健康都市甲府に住むお年寄りは元気いっぱい。そんなおじいちゃんおばあちゃんの元気の秘訣を紹介します。ここは甲府の東に位置する甲雲地区。力強くボールを打つのは沢登り久正さん、97歳です。グランドゴルフを始めたのは76歳から、奥様と始めたそうです。シルバーカーで元気よくコースの中を移動するスタイル。今は週に一度グランドゴルフを楽しんでいます。スコアもバッチリです。もう尊敬しちゃうね。素晴らしい。素晴らしい。すごい。もう我々の目標ですよ。本当にみんな目標にしてます。そこまで元気でいこうと。それはあそこまでは持たんな俺は。私たちが始めたのはちょうど8人で始め、そのうちだんだん入ってきて、現在は45人ぐらいいるでしょ、うん、だからこのグランドゴルフがあったから私も今ここに座ってられる、楽しいしね、それからいい運動になるし、それで過激の運動でなくてね、ちょっと打ってまたそこ行って休むとか、距離的にはかなり歩くからね、体のためにはまあいいと思う。マキが元気の源、それがね、みんなに聞かれるけどね、そんなこと考えたことないの。でみんなにね、長生きの秘訣はどうだなって聞かれるけど、俺はそんなこと、長生きの秘訣なんか帰ってこっちも教えてもらいたいなっていうくらいで考えたことないの。ただ日常の生活でね、自分の体のリズム、これをね、これに合った生活をしないとダメだね。朝、毎朝私4時半に起きて、そして5時にワンミルタにレーサーやって、そして5時半に新聞ちょっと見て、そして散歩20分ぐらいして、そして朝飯、6時にピタッと朝飯食べるからね。そういうね、生活のリズムを壊しちゃダメ。雑学って言ってね、それに目覚めてね、何でもかんでもね、これはと思うの全部調べてるの。運転手の席を隣をね、なんで助手席っていうかってこと。デパート行くと、必ず1階に化粧品売り場があります、ね、なんで1階の入れ口近くに化粧品売り場があるのか。セダン機なんで竹の棒かってことって。何だとね、みんなこれだと思うの、みんな調べるの。頭の中に全て入ってる。長生きの秘密ですね。長生きの秘密だね。グランドゴルフで体、雑学で頭を鍛え、そして規則正しい生活を続けること。沢登さんの生活には元気でいることのヒントがたくさんでした。これからも元気で。ありがとうね。ありがとうございます。